選手ちょっとビビったと思います。逆に不気味だったっていうか、もう力なくなってくるから怒る力なくなってくるわけさ。明るくバスケット楽しむ、それこそさっきの話じゃないですけども、やらされてるのとやるの違う。いつ頃いけそうですか？今年絶対いけます。あのダメな時ってね、風がね来ないんですよ。僕あの実は小林先生にはずいぶん前からお世話になってて、ちょっと節目節目によく相談に行くんですよ。なんか本丸の時になんかバスケットの考え方を変えたみたいなこと、ある日僕がねすごい悩んでる時に教えてくれて、まあ、あんまり言いたくないような話ですけどもねいや本当にね、はい、本丸中のね、今たまたまアシスタントしてる角先生っていうのがね、はいはいはい、彼がちょうど中2の時にね、まあ、ガラッと変えたって変え、なんか僕にあったんですよね。ベスト4には3位とかはのなったんですよ。でね、その後3年出てないんですよ。県は優勝しても全中に。あ、出てない。この3年間だけ出てないんですよ。実は。それはね、周り一般世間に言う、厄年。男の厄年。前役、本役、後役、ぴったりその3年なんですよ。全国大会3年出てなかったことで、はい、まあね、あ、俺に指導力ないなって改めて分かったって感じですか、ね、言い方が正しいか分かんないですけど、やっぱりあの中学校とかだと1人2人こうおっていう選手がいたり、ちょっと長身の選手で動ける選手がいたらなんとかなる部分ってきっとあるじゃないですか。でその選手がいた、例年と比べていたけど勝てなかった、それともいないって可能性もありますよね、うん。まあ、どっち3年間はどっちもでしたね。いても勝てなかった、県大会ぶっちぎっても全国出れなかった時にやっぱりね、指導力ねえなって改めて分かって、なんかね、この肩の力がふーっと抜けたんですよ。力抜ける瞬間が多いですその時にね、はい、ちょっと変えてみようかっていうか発想をね、それからずーっと勝ってるんですよ。突然方向転換されるというか、右が右というか、もうこっちはこっちって決めてたものをどのようにこう変えていかれたんですか？いや、あんまり抵抗なかったですね。だって自分のやってることが全て正しいと思えなかったって。で結果も出てないし。逆にそうすると思ってなかったらブレブレになりません？それしかなかったからそれをやってたってっていうの方が正解かなって感じ。昔はね、本当にカラスはお前ら白だろって言って、そら選手ははいって言って、いう監督だったんですよ。軍隊的な。はい。日体ですから。まあ、基本さ、ダメなのは生徒だもん。ただそれをダメなのは自分だって書いただけだから。ああ、なるほど。向きを。そう、矢印をこっちから自分に向けただけだから。最初こうやっぱり選手指導スタイル変えると、その練習とかも選手ちょっとビビったと思います。逆に逆にビビったと思いますよ。ええどうしたって。だからね、その先生がその現場にいた先生だからね、やっぱね、不気味だったって言ってますよ。ええっていう、え？先生でも戻ったりしないですか？習慣づいちゃってて、こうカラスは白だみたいなことを思わず言ってしまったとか。いや、あんまりなかったかな。いや本当にね、ヒューってこう、その瞬間覚えてます？覚えてる、本当覚えてる。ふーっと力抜けた感じがね。どこで何してそれを思いついたんですか？夕食の時。家の？いや、負けた時、負けた夕食。まあ、力ねえな。もう明日じゃあどうしようはそこで思いついたんですか？っていうか、もう力なくなってくるから、ほら怒る力なくなってきてるわけさ。力抜けてんだから。でこうやって見てたっていうのが現実か。すごい悟りですねいや本当に自分たちが勝ちたかったら自分たちでやればっていう時に、そういう発想になった時に、まあ今もそうですよ、やらされてるのとやるの違いがやっぱり明確に違うなっていうのを感じたからですよね。やらされてたらね、伸びないですよ。そこはもうさじ加減的には何か意識されてることあるんですか？最低限
のルールはね、みんなで守りましょうよというような感じなんですけども、はい、まあ、なんていうのかな、当たり前のことを当たり前にやってればいいんじゃないのと、うん、誰でもできることだけはちゃんとしましょうと、うん、ここですよね、誰でもできること、挨拶だったり掃除だったり、はいはい、ね、そういう、俺だから成績もいい方じゃなかったので、はい、やっぱ自己目標を立てて100点取れと言わないと、うん、まあ勉強しようよっていう、そういう感じので、だから今やっぱり開志国際来てても凡事徹底っていう言葉にやっぱ惚れてるっていうかね、やっぱそうだよね、凡事徹底っていうのを体育館にね、はい、張り出して、はいはい、それで優勝できたんですよ。凡事徹底っていうのに目標っていうかね、チームカラーにして優勝だったんですよ。5年目みんな声出してるし、みんな盛り上げようとしてるし、こういう空間を作るためにどういう努力というか、自分たちでか、だからあのコロナで本当大変な時はやっぱりメニューも子どもたちに考えさせたりしてて、自分たちでチームを作っていく、自分たちで練習環境を作っていくっていう風にしていって、ああいう感じのやっぱり明るくバスケット楽しむ、それこそさっきの話じゃないですけども、やらされてるのとやるの違い、やっぱこれが大きいんじゃないですか。でバスケット楽しもうと、うん、ここがやっぱりポイントかな。そういう話って最初にされるんですか。こう節目節目です。節目節目ですね。大会が終わってとか、それはもう で、うん、でやっぱり子どもたちに言いたいのはオフボール頑張ろうっていうことですね。全てのオフボール頑張ろうと、あのコート内もオンボールは誰でも頑張るんですよと、ボールない時に頭を使おう、それは全部同じ。じゃあ寮生活ってオンボールですかオフボールですかって、オフボール、学校はオフボールでしょ。そういう時にうんと気使ってどうやって動けばいいのかっていうなれば、バスケットの5対5でもオフボールの動きができてくるよ、気使うようになるよっていう話はしますね。オフボール大事なんですよ、わかると思いますけども、オンボールなんか簡単なんですよ。もうそれはプロでも一緒だと思うんですよね。人生全部そうですよ。人生全部そうで、結局、うん、最終的にはね、人が見てなくても、人が見てなくてもゴミを拾えるような人間になってほしいなっていうのが僕の願いですね、僕も含めね、はい、でまあ練習は練習ですよ、努力じゃない、努力をどうしてるかってね、努力してる選手っていうのは誰か見てますよと、神様見てますよと、でも一番見てるのは自分ですよって僕言うんです。自分が一番見てますよ。それが最後どこかで何か出ますか。そう、絶対出る。そうするとハッと気づく選手がいますよ。そうだな。で、誰かに見られたくて誰かに称賛されたくてやるっていうのはまだね、甘い。誰にも何も言われなくてもね、今なんか最高なんですよ。もうじき雪解けで、雑草が入ってくるんですよ。でしょ。雑草って誰からも褒められなくてもね、また生えてくるんですよ。すごいな。このやっぱりね、生きる力はやっぱり人が見てるか見てまいが関係なしに、同じことをやりましょうって、それは凡事徹底につながるんですよってね。人が見てない時にどうやるか。でも一番見てるのは自分ですよと。人が見てない時に一番見てるのは自分ですよっていう。だから自分に厳しくね。勝ってきて中学校を辞めて高校に行ってしまうとか、高校行かれたの51歳ですか。51歳でじゃあ違う分野に行って一からやるっていうのは怖さとかないんですか。あのね、これはね、まあ本音事実であったりきっかけであったりしたんですけども、まあ、あのたまたまね、やっぱさっき16年っていう長い期間いたんですよ、ね。まあ、その時にね、やっぱね、葛藤もあるんですよ。みんなほんまに痛いんだけど転勤なんですよ。あ、周りの先生たちが、みんな僕をどう見てんのかな。だから僕も校長には毎回転勤届出すんですよ。
出すんですか。当然この辺に行きたいみたいな、あの全員出さなきゃダメですから、7年以上の人は当たり前のように5年以上は。だから僕も希望するんだけど、いつもね、あの着陸が本丸なんです。上がったけど先生あの空港がないから戻ってきましたってそんな話ある。実際はそうで、はい、結局ねやっぱね10年過ぎてくるとね、はい、やっぱそれも葛藤であった時にね、ちょうど2011年3月11日のねあの震災もきっかけになったかな、はい、うん、要するにね本丸いれば確かに楽ですよ。で勝ってられるし、勝ってられるなって自信もあったし、で頂点だったし、うん、それでいいのかなっていうね、自分に、うん、それでいいのかなって言った時にこの話があって、即答しましたね。行きます、行きます。若干家族はね、公務員捨てていくわけですから、このこんな新潟県で、そうだからね、まあでもね、自分のやりたいことがこっちだったから、高校の教員で高校倒したかったしねっていうのが、でやっぱりほら私は井出口先生とこと佐藤久雄先生とこにね選手こうある程度こう、うんうん、よしあの2人を倒そうと簡単ですよ。だからね目標が、はい、で日本一、2人を倒さないことには日本一にならないんですから、うんうん、よしで中高で高校中高で日本一になった男子の監督っていないんですよね。井上先生が女子で森山中学校と大川学園、男子いなかったんですよ。それも若干魅力でしたね。じゃあもう日本初、初やっぱ初物っていいじゃないですか。あ最短じゃないですか、創部5年って最短ですよね。明星がね5年の冬、そう5年の冬、これあんまり大きく言えないんですよね。夏ですね。そうあんまり大きく言えないので僕は知っていますで佐藤久雄先生はずっと僕長いのでお付き合いがね、はい、初出場初優勝だっていうわけですよ。まあね、そんなかっこよくないでしょ人生ってだから僕らここにいた時に初出場ベスト8ね、負けた相手入り口ですよ。コテンパンにやられましたね。コテンパン20点、まあ、やっぱちょっと違ったな。ベスト4かけてね、まあ、優勝したんですけどもね。はい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 。その後って2人ってどういう会話をされるんですか。いや全然全然その時別に、うん、普通に強いからやっぱ強いな頑張れよ。だって試合前も試合後もずっと二人で会場にいるんですから。あ、そうなんだ。そう。で、試合前になったらじゃあなって言ってこう別れてるんです。終わったらね、過去なんですよ。ね。で、過去って変わらないんですよ。僕のまあ気に入ってる言葉で、変わらないもの、他人と過去。変わるもの、自分と未来。いいね、もう一秒一秒もう前に進んでいくわけですよ。一、はい、秒一秒後のことはもう変わらないんですよ。俺中学校時代もっと勉強してこいよかったなって変わらないでしょ。はい、だから何したって過去のこと言ったって変わることないんですよ。だから終わったらもう終わり。もう全然じゃあ次っていう。切り替えの速さはよくメディアの人にも言われますね。それ切り替え早いですね。じゃあもう優勝会見の時にもう切り替わったんですか。もう次って感じですね。その時はね喜びの会話ですけども、はいはい、もうなんとなく会場から一歩出ればよし次。じゃあ今の目標は。今の目標は縦と横、あの糸ですね、中島みゆきの好きな糸。縦と横ってどういうことですか。だよね、はい、まあ高校来て夏と高校って2回大会がある。今国体がちょっとあれになったんですけどもね、まあこれにね慣れるのに時間かかりましたね。これね中学校1回で夏でねエネルギー切れるんですよ人間の体。うーん30年も同じサイクルでやってるから、はいはい、夏休みの全国大会で終わりなんですよエネルギーが。でまたゼロからふーっと夏に向けて体力を蓄えるんですよ、はいはい。だから高校行っても同じだったんですよ、うん、なぜかね夏でエネルギー切れするんです。感じます。感じるよ、だって染みついた体だもん。で夏休みのインターハイ終わるとまた同じメンバーいるんですよ。なんでお前らいるんだ確かになんでお前らいるんだ頭の中は新人のことばっかなんですよ。
これにね、慣れるのに時間かかったな。もう大丈夫ですか？今なんとなく。だからもう目標を口にしてますもん。ウィンター優勝って。自分に。縦と横は何なんですか？で、今度は、インターハイとウィンターで優勝するか、ウィンターの2連覇か、こう、連覇。連続優勝。夏冬で横で。夏だったら縦、うん、夏だったら横で夏冬だったら縦に、ね、夏だったら横か。ああなるほど。どっちかやったいなと、うん、縦か横かを目標に目標にしてる。いつ頃いけそうですか？今年絶対いけます。2年もさ運がない感じするわけさ。優勝した後ですか？うん、確かにあのコロナで相手チームに出てなんとかね、去年も含めてね、なんかねこう運がねえな。それ運も感じるもんですか？感じる。怪我とか、そう、リクルートとか全部こうやっててね、あれっていうのは今年俺持ってるなみたいな。今年はね、もしかしたらっていうのがある。あの60歳の厄除けも行ったんですよ、はいそれも含めね、あのダメな時ってね、やっぱりねこう風がね来ないんですよ。風感じる。優勝した時は、はい、やっぱりね背中からね爽やかな風が吹いてましたもん。わ、風が来たなって感じがあるんですよね。今年は来そうな。今ね、今年はね無風。だからあれもしかしてっていう。じゃあまだこっちも来てないし、こっちも来てないけど、無風。何かは。うん、ちょっとあれ今までと違うなっていう。無風だね今。無風。富樫秀樹さんの息子さんが富樫勇樹さんということで、はい、あれ誰って言って、いや息子ですって言ったら、ずーっと試合見てる。なんか怒ったことある？怒ったこと何回もありますよ。天国から言ったことある本気でやれみたいな